はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井ミート歌い方講座ということで、今回行います。今回ですね、新しい曲で、大月みやこさんの曲を紹介いたします。4月21日発売になっておりますけども、夢の続きをということで、なんか他の方の題名もあるような、同じ名前がございましたけれども全く違う曲でございますね。これをちょっと今回はレッスンをしていきたいと思います。作曲もまたおなじみの徳久小路先生ですね。編曲も井戸の亮先生で、作詞は田久保真美先生ですね。3人で作られております。ちょっと3連符のリズムで、ちょっと行きますんで、曲の3連符でうまく女心、切なさを表現しながら、ちょっと泣きすぎない程度で、どうしても大月みやこさんは泣き節のようなイメージがしますけど、重くならない程度でやっていきたいと思います。じゃあそれでは1回、通過になっておりますけど、ワンコラスを不在でございますけど歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。グラスの
中で揺れてます。2つ休んで儚く消えても恋は恋、いいでしょうか。儚く消えても恋は恋って歌で休んで、あんなにあんなに愛した人だから、人だから、ここは三拍の人、もう一度もう一度合わせてて、合わせてほしいのよ、いのよって、合わせてほしいのよ。途中から儚く消えても恋は恋、あんなに愛した人だから、もう一度会わせてほしいのよ。夜があなたを一番からいきましょう。3、はい、あなたの真似して水割りの氷をカラカラ鳴らしてる、今でもあの日の思い出が揺らすの中で揺れてます。儚く消えても恋は恋、あんなに愛した人だから、もう一度会わせてほしい。儚く消えても夢は夢、あんなに抱かれ誰かを愛せない、もう一度優しく抱きしめて、儚くから儚く消えても恋は恋、あんなに愛して
ご理解のもとで、また練習してみてください。以上でございました。